いや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 、ふん、よいしょ。いやいや、トイレじゃないですよ。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。ここほんとトイレじゃないから。今日もまたこう色が一緒だよこれ。はい、今日はですね、もうね、ちょっと待って、皮膚かゆい。今日はね、もう秘宝ですね。私は長い間スパーキー、いや、キヨスパを使ってきました。それがいや、これですよ。私はキヨスパを使ってきました。で、昨日ね、そのロイヤルジャイアントが弱体化して、もうロイヤルジャイアント終了のお知らせみたいな感じで言ってましたけど、僕は常にこのデッキで、まあ最近はね、ずっとこのデッキだったんですよ。もう解体の危機に迫られております。私ね、まあ多分もうロイヤルジャイアントは使えないなということを確信いたしました。なので今回、まあ、解体はしませんけれども、まあロイスパは今後取りやめかなというふうに思います。で、今日話すげえ長くなったらごめんなさい。僕ね、やっぱね、イケメンくん、このイケメンくんに戻ってきちゃったわけよ。で、今日ちょっとね、リプレイ見てほしいんですけど、こっちですね。結構勝ってるでしょ、ほら勝ってるでしょ。一目見ただけでも3勝目。これ見てほしいんですけど、これ結構ね、うまくいったリプレイでございました。で、ちょっとこのリプレイ見た後にもね、ちょっとまあ実際にね、ちょっと僕がね、あの皆さんの前でこう攻めるってことをしたいなと思いますんでね。まだね、動画閉じるの早いですよ。はい、こちら見てください。結構相手ジャイバルーンさんなんですよ。ジャイバルーンなんですけど、割と対応できました。で、これね、トルネードでバルーンをちょっと右寄りにこう、なんつうんですか、出すんですよ。そうしてガゴで処理するっていう高等テクニック。これ結構高等テクニックでしょ。で、ナイトスパーっすね。で、僕前まではずっとアイスゴーレスパーキーで言ってたんですよ。まあ、簡易スパーキーですね。あの、アイスゴーレムを、まあ、盾にしてスパーキーで押していくっていうね、戦術をしてたんですけど、まあ、気づいちゃったわけなんですよね。あれ？これナイトの方が防衛力すごい上がるなというのを感じましたので、私最近ナイトをね、採用しております。ナイトってね、さりげなく攻撃力ありますし、エリババとかが来た時に結構処理できるんですよ。アイスゴーレムの場合だと、エリババ来たら結構辛い。結構辛いので、うん。まあ、今回はね、ナイトにしてみました。で、はい、来たよ、また来たよ、また来た。で、今回ほら見て、相手もね、学習してきたから、ほら、この、ちょっとね、バルーンを左に寄せてきたの。だが、そんなん効かない。ちゃんとね、ガーゴイル処理していって、という感じでございますけども。いやー、やっぱね、一発食らっちゃった。このデッキ結構ね、やっぱ空に弱い。で、見て、これ、ナイト、マスケット、やりゴブバレですね。っていう感じで、結構スパーキー以外にも戦術が使えるよっていう、そういうデッキでございます。まあもちろん、スパーキーで落とすことも重要なんですけど、例えば今右のタワー620ですよね。これ620をスパーキーで落とすとなると、圧倒的オーバーキルなんですよ。まあエリクサがもったいないってことなので、今回はもうスパーキーを左に出して、もう左を落としに行くと。右はじゃあ何で落とすのか。このデッキね。まあ皆さんお気づきだと思うんですけど、ロケットとかファイボとか、ローリングウッドとか、削り系のカードが一切入ってないんですよ。一切入ってないんですよ。やばいんですよ。このデッキは、もうロマンを追求しようっていうデッキなんですね。要は、スパーキーの一発を届けたい。そういうデッキなので、こんな感じで、バレルとかでね、落としに行きます。というのは、左攻めると思いきや、右にさりげなくバレルを打つっていう、そういう感じですね。うん。で、やってます。で、やっぱスパーキーの一発がすごいやっぱ通りにくいなっていう最近のは感じてますね。やっぱエレビズ、もうみんな大好きエレビズ。なんであんなエレビズ流行ってんすかみたいな。そう、もうね、おこ全国のスパーキーファン、おこね、エレビズもしっかり、ロケットしっかり。ね、グランドチャレンジだったらロケットとか来た瞬間終わりですからね、もう勝ち目がない。まあ、ただ実際この時ジャイバレルとかで割と戦えるっちゃ戦えるので、うん、まあいいかなと思いますね。はい。はい、そして、これちょっと、はい、もうスパーキー。まあ、スパーキーが超活躍しているっていうリプレイではなかったですけどね。まあ、こんな感じでキヨスパ戦えるよ、ということでございます。よし、行くか。ちょっと、キヨキヨ選手。キヨキヨデッキ、ウルトラばっかり、正直、いけすかない。もう、結構あれ大好評でございますからね。じゃあ、今日ね、キヨスパで、行きたいと思います。キヨスパのデッキの定義って何ぞやっていう話になるんですよ。キヨスパって何なのみたいな。なんか、ロイヤルジャイアントもあれば、ジャイアントもあれば、なんか、エリババ入ってるよね。たまにエリババ入れたりするんですよ、僕ね。うん。なんなの？定義は。っていうのをですね、お問い合わせいただくんですけれども。まあ、私は、まあ、スパーキーが入ってるキヨスパと。キヨキヨが使うスパーキーは全部キヨスパ。
これもちゃんと覚えておいてください皆さんね。はい、じゃあね、行きたいと思います。で、ちょっとごめんなさい、話クソ長くてもうごめんなさい、ほんとめんどくさいですよ、めんどくさいですよね。あのね、僕ね、あのね、スパーキーのことだと無限に話せるんですよ。あの、僕マスケットジュース入れてるんですね。で、なんでマスケットジュース入れてるかっていうと、あの、まあもちろん空対策なんですよね。あのガーゴイルだけじゃちょっと空対策が弱いので、まあ、マスケットジュース最近入れてるんですけど、アーチャーでいいんじゃないのかっていうお問い合わせもらったり、僕アーチャーを実際に使ってたりしたんですけど、やっぱりね、この2つがファイヤー、あの、もしアーチャーだった場合、ファイヤーボールにね、ガーゴイルとアーチャーやられちゃうんですよ。それがすごいね、嫌だったので、まあちょっと防衛力にまあ欠けるなと思いましたので、ちょっと最近マスケットジュース入れてます。ごめんなさいね、話が長くてね、もう話が長いおじさんで有名ですから僕は。ではちょっと行きましょうか。今日はジャイスパーキーペン。やっぱりね、どんどんね、やっぱキヨスパっていうのは改革を進めていくカードなんだなっていうのは思いますね。よろしくよろしく。やっぱこう日々テクノロジーっていうのは変化していくとともに、やっぱりスパーキーのデッキっていうのもやっぱ変化していくっていうのがね、まあこの世界のまああるあるなのかなというふうにはね、思いますね。そうですね。あのね、あのたまにね、僕ね、モノマネをね、こう挟んでいくんですよね。あのモノマネ芸人ではないんですけどね、ちなみに言うとね、僕は。よし、待って、これ待って、これこれこれ待って、これ秘宝秘宝。じゃあ秘宝、待って待って、これやっぱそういうさ、苦難困わきて、苦難困難がさあってのさ、やっぱさ、クラッシュ、おやばい、エルビス来た、クラッシュロワイヤルだと思うんすよ僕はね。やっぱあの、待って、一発一発来い、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 よっしゃ、よっしゃ、オッケーオッケー。やっぱね、苦難困難あると思うんですよ。でもね、今ね、皆さん見れたと思うんですけど、相手今ね、エルヴィズ持ってましたからね、エルヴィズ。もう天敵。もうみんな大嫌い、天敵。もうね、エルヴィズね、相手が使うとクソ強いですからね。スパーキーってこい、よろしく。そうね。エルヴィズ持ってたから、まあ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 、五分五分でしょ、ということでございまして。ちょっと待って、これまずいね、これ。これ若干まずい。ちょっと待って、マスケット無視したよ。マスケットもうね、もう、ロイジャイとかさ、ロイジャイとか無視でしょみたいな。そういうことでしょ、要は。ロイジャイとか、まあ基本的に無視で、まあ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 。おー、いいよいいよいいよ。ほらほらほら、マスケット入ってる。ナイトがほら。ナイトがさ、本当にさ、本当にナイトやばくない？あのね、ナイトがね、それアイスゴーレムだった場合、今のダメージ入んないんですよ、間違いなく。ナイトの、こう一発一発がすごい、すごい効く。本当に。やっぱね、キヨキヨね、最近ね、もうスパーキーじゃないと勝てない。うん、最近ホグとかも使ってるんですよ。あのグランドチャレンジで僕ホグめっちゃ、おっと、グランドチャレンジでホグをですね、とりあえず使いまくってるんですけども、危ない危ない危ない、あー、キング起動したかったのに。ホグ使ってるんで、ホグもね、なかなか僕今うまいですよ。自分で言うのもなんですけど、なかなか僕ホグうまいですよ。うん、クラメンにはね、ちょっと雑すぎっすみたいな、適当にやりすぎすって言われて、ちょっと怒られてるんですけど、なかなか僕うまいんじゃないかなって自分で思ってます。ちょっとこれもおまずいね、これ。よしよしよし、一発一発来い、一発来い、一発、おっぱい、おっぱいって言っちゃった。ちょ、キヨキヨの動画でそんな下ネタとか一切出ないです。さあ、体しますけ。邪魔しろ、ザップ、オッケー。おい、行ってこい、行ってこい、行ってこい、オッケー。これ待ってました、キヨキヨやばくね、マジで。最近覚醒してない？これもう最強の防衛でしょ、ほら。最強の防衛、最強の防衛。まずこれスリークラン来た、スリークラン来た、スリークラン。もう男は黙って、スリークラン、男は黙って、スリークラン、スリークラン。あっ、汗すごい、見える、汗見せる YouTuber そんないないでしょ。ねえ、ここね、待って、今後ちょっとやばいね。来た、キヨキヨの動画最近長くてごめんなさいね。うん、長いのがちょっと反省点なんですけど、キヨキヨの動画ね、こう見える？あー、見せない。まあ、とりあえずここは密閉された空間なんですね。密閉された空間で、さらにこのね、このなんかもう、苦痛規制一切ないと。で、喋り続けるでしょ。で、こっち照明ある、照明熱い。小学校の発表会で、発表会とかあるじゃないですか。スポットライト当たるとすごい熱いでしょ。あの原理プラス密閉される、喋りまくる、熱いの。だから僕ね、生放送じゃなくて、これ動画撮り終わったらいつも開けて、こうやって空気を入れ込んでるんですよ。これをね、動画撮ってる最中にやるのは初めてなんですけど、こういうのことをね、知らないとね。よいしょ、ほんとに熱くて今ね、汗がなんかちょっと
っとなんか色変わってる？ちょっと色変わってる。汗について1分ぐらい喋っちゃった。ごめんなさい。カットされてるかもしれません。はい、ということでですね、本日はですね、もうめちゃめちゃなんか雑談とかちょっとしちゃいましたけど、まあロイスパではなくなったと。最近ね、もうやだな。ロイスパが強いって言ってロイスパにしたのに、すぐ弱体化来た。運営さんちょっとキヨキヨの動向見てんじゃないの？もうそんなことないです。はい、ということでちょっとやってきました。ぜひともね、皆さんスパーキー使ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひともこちらここですよ、ここ、こちらのボタンからチャンネル登録していただけると、私の動画作るモチベーションがグリッと上がりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちらスパーキー動画まだ2本見られていない方、ぜひとも見てください。本当にね、おすすめなので見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。